い、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、もっとコインがいる。今のお願いはこんな感じです。とりあえずこの辺はもう全部大丈夫なんやね。ビュービュー谷の奥深く、難しさに。今夜の天気は晴れ、ただし風が西と東から吹くでしょう。風が西から東から、考えただけでドクドクしちゃう。そんな中での谷底深くまで耐えきれますでしょうか、お天気お姉さん。どういうこと？それでは行ってらっしゃーい。どういう感じかがよくわからんねやけど。ビュービュー谷の奥深く、ビュービュー谷っていう場所？ビュービュー谷の奥深く、うおっと。進めねえ。あっこはどうやって行くんやろ。風で吹かれていくとか、そういう感じ。あれ飛べんかった。ここから、やっぱり、こう、風で、風を利用したらいけそうじゃない？チュ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 、助けて。なんか、はい。あれあれちょ、待って。あー、やめてください。吹かないでください。てては。あ、なにあれ。あ、ちょっと待って。飛ぶ場所がもうちょっと。なんなんやろ、私が一回向こうに行きよるけんなんかな。来い！いけたー！やったー！取れた。よし、オッケー。ってことなんで。ちょ、そこの。お、行きます。難しいのは風だけ？風ぐらいかな。それ以外は別に、大丈夫とかそういう。あー、クリボーやった。あぶねー、取るところやったわ。あー、ちょっと待って。キノコが欲しかったの。そのまま止まっとけばよかったね。ビュービュー谷の奥深く。さあ、慎重に行こう。コインコイン。はっ。よし、オッケー。助けてー。あー、危ない！ちょっと待って。クリボーやった。なんか、アイテムかなーって思ってね、取りに行ってしまうんよね。いいぞ、いいぞ。ちょ、そこの。はい。コイン、いやあ！せっかくのファイヤーが。アイテムかと思ったんだよ。やっぱり、あれだね。欲に目がくらむと、いいことがないね。おっと、危ないよ。あんまりちょっと、ふらふらと近づいてこないでくれるかな。うーっと、怖っ。危な。これはもうあれやろ？時間。あ、これは自分で取らんといかんだよね。もうゆっくりこう行くしか。待って！あ！びっくりした。落ちるんかと思った。落ちんかった。ゴーゴー。ん？鍵が必要っぽい。で、ここはどうやって行くんやろ？特に何もないんか。あれ？ゴール？鍵はどうやってゲットするの？特に。お？あ、この上がなんか、え、あるんかな？え、違うんか。は。ふん、めっちゃ低かったけど。どうやって行くんやろ、あっこ。わからねえ。まあ、とりあえずクリアってことで。イエーイ。なんかどこかしら行く場所があったんかな。ん、あと2段階。頑張りましょう。今のお願いはこんな感じです。罠だらけ、シーソーの砦で。あ、難しささんや。ガッハッハッハ。罠だらけの砦を作ったぞ。一番上まで行けるもんなら行ってみろ。ヒントは、体重を利用してシーソーを動かすことだ。匿名希望の父。誰の父？クッパやないん、クッパ。それでは行ってらっしゃーい。絶対クッパやけん。罠だらけ、シーソーの砦。もし頑張るか。とりあえず星が3つのやつは、星が3つのやつはね、例に漏れず、すべてにおいて、私は苦戦しているので、ちょっと、
頑張っていこうかなと思います。ん？これでどう行けばいいんやろ。え？行けんくね？あっち側とか別に、なんかあの上にコインがあったけど、いやでも別に関係ないね。え？ちょっと待って、これは、どうやって行くの？え、ちょっと待って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 、すでにわかんないんだけど、どうやって行くのこれ。だってこのスイッチを押した時点で別に何も、どういうことどういうことどういうこと、全くわかんないんだけど。あれ、クリボーがおらんくなった。これの、あれ、あら。この上に乗っていくとかそういうこと？上に乗るというか、あの、あれよ。こう、上、ポンって踏んで、いけないですけど。え、いけないんですけど。どういうことかしら。あ、この上に乗っていく。あ、なるほどね。そういうことか。え、で、あー、この上にもあるわけね。こっち側もなんか、あれ？ちょ、待って。ここは？あ、いけるいける。なるほど、そういう感じか。オッケー。ここまで降りていく感じなんやろ。ずっとここにおったんでいいんかな。なんかさ、横にいろんなものがあるんやけどさ、そういうの関係なくずっとこれで降りていきよ。あ、中間。あ、なるほどね。こっからか。で、オンオフスイッチ。ほう。で、オンオフスイッチはいいんやけど。ああ、そういう感じ？これで渡っていく。で、これで私が上がれる。ほうほうほう。うっ、くっ、あぶねえ。は、あれ、上がれた。ここからなんかとりあえずバネがここにあるけど、あ、待って、これは、こう、私が乗るとする。あ、なるほど、なるほど、そういうことね。で、これで、はい、ふ、はい、飛べた。オッケー。で、あっこのバネも多分使う。ねん。あれ、上がらね。あれがおるけんか、邪魔だな。非常に邪魔だな、あいつ。ちょ、待って、とりあえず、いた。いた。お。これで、もうちょっと重くなった。はい。あ、お前まで来なくていいんだけど、ちょっと。は。あ、でもこれに入っとったら大丈夫なんや。あ、ちょっと待って。は。オンオフスイッチ。なんかめっちゃいっぱい降りてきたけんさ。行く場所がいっぱいあるんよね。上の方に。お、これはもう出るべきですか。あ、うん。え、これで？オンオフスイッチ。ボム兵出てきたよ。もしかしてボム、あ、いや、何も別になってないね。え？これで、あー、なんかこう、こういうことや。で、そこの、うわ、なになになに、なんか飛んだよ。え、今の何？
粒気味なものが通ってったような気がしてないけど、気のせいかな。おう。ドッスン、ビビる剣やめて。ドッスン、マジビビる剣やめて。え、これでどうすれば、よろしいのかしら。あ、痛い。え、ちょっと待って待って。あ、これでなんかここ押して、え、押したからなんなんだ、ここを押した。あー、なるほど。あー、ちょっと待って。あ、これで上に押し上げた状態で、あ、ここ乗れるんか。乗れるんか。これで上に押し上げて、これで吹っ飛ばす。あ、さっき、あ、なんか、なんて言うん、私の目の前を通っていったのはドッスンだったということ。吹っ飛ばされていったのはドッスンということね。キラコーン。さあ、これで、どこに向かえばいいかな。上、いけんくね。あ、これか。ちょ、待って。落ちてきた、落ちてきた。このブロックは取れたか。え、時間が。ちょ、待って。ってことは結構、ゴール自体は近いってことか。ごめんね。ってことはこっちから行った方がいいかな。あぶねえ。あぶねえ。あれ？行けるとこなくね？え？行けないんですけど。え？どうやったらいいんやろこれ。待って。時間。謎すぎる。あの横の部分はどうやって行くんやろ。どっから行くんだ。とりあえずそれをまた見ておかなくては。こっからやねん。じゃあちょっとこれで、なに、なんか変な霧みたいなの出たけど、なんですか。痛い。もしや閉じ込められたんじゃね。え、ここ出口ないんじゃない。あ、絶対そうや。出口ないパターンのやつやこれ。うわー、やらかしい。あ、もう絶対やらかしたやつねこれ。なるほど、ダメやわ。ここにね、なんか一匹だけカロンがおるっていうのもやっぱりすごい気になるんよね。なんなのって感じやん。え？なんなんすかね。わからなすぎる。あ、移動した。え？移動した。カロン移動したんやけど。カロン、痛い痛いって。やっぱ動かしてったらなんかあるんかな。あ、動く。飛んでった。次んとこ行ったよ、なんか。これで、あ、怖い。あ、落ちた。めっちゃ落ちた。あ、ボリ！くそ。ちょっと待って。はい、これで行くやろ。オッケー。これでどうすればいいんやろ。踏んで上に上がるってこと？踏める？いや、踏めはするか、そりゃ。あー、キノコが欲しいよ。失敗しそうな気が、めちゃくちゃする。なるほどね。この音符のやつは、カロンのためのやつやったんやね。なるほど。
ちょ、上がりたいんだけど、まずそこに上がれないっていう。はい。これで、上がりんかった。あ、でもそっか、カロン何回でも復活してくれるよね。ってことは、え、いけんかね？ちょ、待って、いけんのやけど。ちょ、待って、ちょ、待って、ちょ、待って。いや、笑う。ちょ、全然いけんのやけど、ちょ、待って。え、どういうことや。え、誘導してきた意味はあったんだろうか。それすらもわからないぞ、今、私には。え、合ってんのか、これで。でも、移動するってことは多分意味があるんやと思うんやけどな。どうなんすかね、その辺。ちょ、カロン。どうなんすかね、その辺。踏みつぶすだけなんやけど、つらー。とりあえずほら。全然いけんねえけど。これ普通の状態の方がまだなんか飛べそうな感じがするんやけど。ちょっと今一瞬いけるかと思ったけど変わってないよね、別に。あ、いけた！はぁ。何？なんかコツがあるんかな？からね。何？何何何？今のなんかちょっと、水面に波紋が広がりました的な感じの。あ、これ。ここであれか。あ。ちょ、待って、戻れんくなった。なんてこったい。赤コーラでさ、このハテナブロックが叩けると思ったのに。オンオフスイッチ。ん？あ、こっち？なんか上。なに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 ？花火上がってる。イエーイ。そういうことじゃない。ちょっとなんかよくわからんけど。あ、あった！でもこれいけんやん。邪魔ー。くっそー。ま、でもクリアできたけんいっか。ふぅー。お、これ。あ、まだか、まだ完成はせんか。あと1段階。お、60% まで。いったやん。イエーイ。今のお願いはこんな感じです。ダッシュでオンオフスイッチ。難しさ4。それはちょっとやばいやつ。ちょ、待って、別のから行こう。じゃあ、地下に住む巨大生物とかで行ってみようかな。のびのびパックンってのを置いてみたんだけどよ。こんなやつが本当に地下にいたら栄養吸っちまって作物の育ち悪くなんだろうな。クワバラクワバラ。農家のおばさん。難しさ1ってなんかめっちゃ久々じゃない？それではお願いしまーす。地下に住む巨大生物。普通にゴールすればいいだけ？時間はめっちゃ微妙な感じやね。あ、これあれやん。キノピオ隊長の時におったやつやん。これは？お？頭を踏めばいいんかな？ちょ、待って。地下に住む巨大生物。だってさ。あ、これでいいっぽいね。じゃないと他に行く場所ないもんね。頭を踏むだけなら大丈夫。うぅ。うぅ、危ね。ほんと、キノピオ隊長を彷彿とさせる。待ってー。私の。うぅ、気持ち悪いよー。どこまで伸びてくるん？ひえー、あっちの方向に行くのね。この動きがめっちゃ気持ち悪いよね。超気持ち悪いよね。ヘビやん。もはやヘビやん。あ、ちゅ、もうびっくりしたわ。めっちゃびっくりしたわ、今。震えてる。マリオが震えてる。はい、中間。この子たちは下に伸びてくるだけやね。OK。通らせて。なるほど、そこまで行くのね。よーし。なんか今、ターボみたいな。かかったけど。よっ。いや、めっちゃ伸びるやん。やば。てい。あー、登らせて。怖っ。
怖すぎ。よし、オッケー。あ、もうゴールやん。待って、これ伸びてくる。伸びてきます？君もしかして寝てるの？あー、めっちゃびっくりした。沈むかと思った。てか沈んだけど。お、なるほど。全然ダメやった。何がなるほどやねん。やば。イエーイ。水の中でゴーリア。なんか綺麗、水面。イエーイ。あ、これでもうあれじゃない？西島の扉、扉？違う、砲台が完成した。西館の砲台。イエーイ。西館砲台完成。いいね。完成しました。西館の砲台完成しましたよ。ここのテーマは、気高さと優しさのハーモニー。まさに私って感じです。気高いのかい？新しく作れるものが増えましたよ。西館の屋根と東館の屋根。とりあえず東館の屋根作ろう。じゃあ本当に作っちゃいまーす。オッケー。それじゃあ工事スタート。何段階ですか？4段階。オッケーオッケー。東館の屋根の工事始まりました。さあ、お願いの方をどんどん叶えて工事を進めましょう。了解です。マリオさん、新しいお願いが来ました。どんどん増えてくね。守ってスネークブロック。スネークブロックなぁ、どうやろう。スネークブロックの新しい使い方を考えてみたんだ。乗ったら動き出すのはいつもと同じだから、スネークブロックをうまく使ってクリアしてみて。スネークブロック好き女子。スネークブロック好き？それではよろしくです。スネークブロックに好きとかありますか？守ってスネークブロック。守って、どういう使い方？これは水中なんか？なるほどね。あ、扉？待って、入りたい。あぶねえ。あー、なるほどね。そういうこと。敵から身を守ってくれるってことや。ひえー、怖いんですけど、なんかすげえ。ちょっと待って。よいしょ、よいしょ。敵から身を守ってくれるスネークブロックか、めっちゃいいね。しかし、名前がわかんないんだけど、あれめっちゃ怖くない？骨の魚。あの子って、あ！かぶったー。イェーイ。お、キノコ。ちょ。そっか、強制スクロールよね。おわ、頭が潰された。痛い。痛い。破裂。守ってスネークブロック。強制スクロールはやめようよ。名刺買っとったよ、今。怖っ。あの魚の敵。ひえー。なんかこう、うまい具合に歩き寄るとこと違うところに行くんやね。そういう仕様なんかな。そういうわけではないかな。わからんけど。ひえー。怖いよ、ほらほらほら。だって向かってくるときめっちゃ目光よるもん。いやー、不気味ー。お、そしてスネークブロックめっちゃ剥がれ落ちてくるんやね。いくぜー。あ、かぶらせてそれ。はい、じゃーん。良きですね。オッケーオッケー。ふう、潰されんように気をつけんとね。あ、待って、危な。ちょ、それのスピードに合わせていかんかったら死ぬやん。普通に死ぬやん。怖いよー。もうすぐゴール、もし、あ、ゴール来たー！イェーイ。水中駅に一番上行けるね。イェーイ。なんとかクリアできたね。東館の屋根1段階。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。
よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんかついに星4つとか出てきたやん。大丈夫なんかな、いける私永遠に終わらんかったりとかせん。